四万十市の富山地区では日本酒で地域おこしをしようと地元の米の生産者と酒造会社が協力して酒米銀の夢を生産しその米を使って純米吟醸富山を作っています。例年地元の園児や小学生などが田植えに訪れていますが今日は朝から大雨の影響で参加できず生産者が機械を使って苗を植えました。今年は生産者6軒がおよそ 2.4 ヘクタールで酒米を栽培し合わせて3トンの収穫を目指しています。22年23年続けて地元の酒蔵と連携でやるようですが例年例年相変わらずうまい酒を作っていきたいとうまい米を作っていきたいと頑張っております。今日植えた酒米は9月の終わり頃に収穫を予定していて酒米を使った純米吟醸富山は600口が販売されます。